いや、いきなり強烈やな。ちびまる子ちゃんにこういうキャラいたよね。前田さんだったっけ。ちびまる子ちゃんの話してる場合かよ。後逃げを指摘されてる最中にもう一発当てるミサイル。このフェロニーっていう単語、罪って意味らしいです。そのことからも、撮影者がこの女の人にぶつけられた後に撮り始めたと思われます。というかそこ給油レーンだろ。まともに出られないじゃないか。よくツイッターで86とかインプに乗ってる人が事故に巻き込まれて、防衛運転の必要性を学んだとか書いてるよね。被害者ずらして親とか彼氏に電話かけたり、警察が来ても全然謝らなかったり、無保険貧乏人で賠償と嘘でもなかったり。というかバンパー取れたの事故後に暴れたせいだろ。錯乱しすぎですよね。バンパー強引に持って帰ろうとしてるし、まあなんにせよ、事故るだけでむちゃくちゃ面倒くさいんですよ。自分の能力で避けるしかないの。そしてドラレコの SD カードを月に一度はフォーマットしておこう。というかぶつけたんだろ。何帰ろうとしてるんや。救いようのないくらい思い切り悪いことを自分でしておいて、いざとなったら泣きわめいて錯乱する女ほど面倒なものはない。マジでちびまる子ちゃんの前田さんやんけ。女だから差別されるとか何も関係なくって、ただただ性格行動が面倒すぎてみんなが見放す系。不満、壮絶な状況なんだけど笑っちゃうわ。そして初心者が一度流行るガソリンスタンドの給油マシンの周りにタイヤぶつけるやつ。ボヨンボヨン跳ねまくりじゃないか。ゴキブリが教室に出た時の女子生徒の方がまだまだまともなんだぜ。はぁ、すぐ謝って謝り倒せば軽い接触程度で済んだのに、当て逃げと殺人未遂だよ。ミスしたらすぐ報告して謝罪。これが一番人生にとってプラスなんだぜ。隠したくなる気持ちは万人だよ。いやいや、運転手が突然走って逃げ出すとか死ぬかと思うだろ。先頭列車乗れなくなるって。でさ、隠したくなる気持ちは万人にあるだろうけど、整備工場帰りにタイヤ外れた、絶対ホイールナットの締め忘れだ。ちなみに、転がってったタイヤが人に当たって死んだ事例とかあるらしいぜ。自転車とか電動キックボードでも億単位の損害賠償が出る事故になるもんね。そりゃそうだ。トリアスミサイル。で、さっき事故を避けようって言ったけど、本気でやるなら特定の道や交差点が通れない。右の白い車、右折や直進自体は禁止されてないんだけど、ここで入ったら事故るに決まってるやん。見事に高知白バイ事件のごとく対向車線を塞いだな。ここで対向車が来るともちろん早く入らなきゃとなります。これ、前後の信号機のある交差点まで回って入るべきだったんですね。もうさ、車列が来ちゃったし予決して入るしかないの。何してさ。これ、直進車側も速度を抑えて走らなきゃこうなるぜ。実際は子供が飛び出してくるよ。さて次、たまにある悩み、運転中にちょっと自販機で飲み物買いたいとき、そのためだけにエンジン切るのが嫌だというやつ。盗難の原因になるけど、バッテリーやエンジンへの負荷、エアコンの危機を考えると悩ましいよね。というか今運転手降りただろ、なんで動いてるんだ。サイド引き忘れおつ。って言うけど私も洗濯機から洗濯物取り出し忘れて一晩以上放置することが何度もあるから人のこと言えないわ。カーボン調っていうのは、生乾き臭対策で洗濯機に食器洗い用洗剤入れるようなやつだぜ。食洗機に実験で食器洗い用洗剤 8g 入れたら、庫内の半分くらいのところまで泡が上がってきて一向に引かなかったことある。バカやん。運言い返せないわ。ところで、オプション代をケチってバックビューモニターつけない人がいるらしいですが、いやいや、子供いたらどうするんだよ。じゃあ障害で、バック駐車中に子供飛び出してきたことって何回ある？わざわざつけても下手になるだけだよね。たった数秒程度で車が入ってくることはないだろう運転。こういう初歩的な確認ミスって、みんなバカにしがちだけど微妙に疲れが溜まってる時にやりがちだからね。机の角に小指をぶつけるやつ、このレベルの事故はあの感覚で起こるんだぜ。期待して傷がなかったらガソリン満タンを奢ってもらうことにしよう。なんか反対側からホース引っ張ってきてるんですけど、日本のガソリンスタンドの係員が承認ボタンを押さないと給油が始まらないやつ。ワンテンポ待つのはだるいが、ガチでダメな人の実例の前にはあれくらいが妥当と思えるぜ。やはり届かなかったらしく微妙に車を動かすのですが、その数十センチの前進をするくらいなら反対側に回れよと。本当にそうだよな。彼らがうっかり北米の山岳路からコースアウトして断崖絶壁に落ちても助かるためにスバル車というのは存在している。じゃあプリウスはミサイルのためにいるのかよと。見かねた男性が助けてくれた様子。こういう時に声かけしてあげられる人でいたいです。リュースはいいぞ。今ね、山奥の唯一の道路が通行可能だけど通行止めになってるんだわ。どういうことかと思ったら油が流れまくってるわけか。せっかく道を開けるように横転してくれたのに、これでは危ないばかり。超重量級完成済み完成だせー油膜浮上速報スライドリフト。一瞬お坊さんの念仏か何かかと思ったわ。ホームセンターのパーツクリーナーの縦長大容量のやつ、こういう時のためにある。さすがにパーツクリーナーじゃ厳しいだろ。停止済み完成ドリフト以外再開勾配重力強力摩擦無力制動装置沈黙。雪の東海北陸自動車道、一部だけこうやって横滑りする瞬間があるんだよ。スタッドレスで油道は走れるのか検証求む。
なんか最近スーパーカーの事故動画流してないから、余ってた素材使うわ。そういえばベントレーとか何十時間もかけて手作業で内外装仕上げる、そうじゃないか。板金とか起こしとか無理だよな。直下の暇人石油王がスーパーカーの事故車博物館とか開いて買い取るんでしょ。展示車は必要に応じて部品取りとしてお売りいたします。それはそれで微妙にニーズありそうなんだよな。ステアリングとかシフトノブとかライトのユニットとかプラグとかバッテリーとかタイヤホイールだけ取り外してヤフオクで売るわ。すぐ外せて数千円単位でポンポン売れるものは多いからな。場所さえ有り余ってるなら農家の副業あたりにちょうどいいかもしれんな。あともう一つ、仲間と一緒に踊りながら動画が撮れる。目立つのが目的なんだ。むしろ事故ってるくらいの方が目立つ。ないなら撮影のために事故らせたんだ。早稲田受かったけど自由が欲しくて辞退したとか職場で言ってるフリーターと同じ匂いがする。け、区民どもが事故ってやがる。俺は特別なんだ。同じ空気吸ってんじゃねえよ。ニートは変なプライドがあって底辺職にすらつけないっていうネットのニートあるあるの書き込みの通りになってやがる。そしてまさかの直後に事故るという。晒しをやってる奴が一番無様を晒してる。スポーツカーにかっこよく乗りたい気持ちはわかる。でもね、視界悪すぎてこういうところの駐車は無理。実際に運転したことある人にしかわからないよ。あの走り出すのは無理だとさえ思える資格の広さ。そういう問題じゃないぞ。その通り。少なくとも頭から突っ込むもんじゃない。サクッと一発で入れようとかカッコつけるからしょうもないところでガリったりするんだよ。白バイ隊員の取材記事にもさ、カッコつけてターンしようとしたらマンホールで滑ってこけたって書いてあるの。猿も木から落ちるし白バイ隊員もこける。耳に耳に耳。いやアホかよ。給油中もしっかりブレーキかけとくんだぞ。おう、逃げてるねー。山道あるあるの、何キロ出してても詰めてくる引くのあの逆バージョンだ。あの法定速度のせいで振り切れないというクソさ。後ろなんか見ない方が幸せに運転できるんだぜ。保安基準的にもルームミラーは必須じゃない。そうじゃないか。お、急ブレーキターンで振り切ろうとしたら普通に曲がりきれなくて突っ込んだやつ？なんだろう、手が突っ張ってハンドル切れなかった感ある。カッコつけて長距離巡航向けのだらけたポジションのまま走ってたか。出た、巡航時に楽な姿勢を取ると攻め込んでる時にハンドル操作に支障が出るあれ。うわぁ、ここ左だったよ。後ろから突っ込まれるだろ、叫びなしね。あー、追突怖いもんねー。死ね。というか、ああいうやつだろ。右折専用レーンでスマホ見てて、そのせいで発進遅れて後続が赤信号に引っかかるやつ。病気の動画っぽくなるからやめろ。そういえばあの時右折専用レーンでもたついたやつもノアだったわ。あいつのせいで信号逃したの未だに根に持ってる。どこ見て運転してたら突っ込むんだか、ポケモン GO でもやってたんだろ。私、中学生時代にハンドルの中央にタブレット置きながらゲームやってるプロボックス見た記憶がある。異常なほど飛ばしてると思いきや走行車線でながらスマホとか地獄すぎだろ。極端な例は印象に残りやすいのだ。U ターンか？なんか出てくる場所おかしくない？小回りが効くからって、そんな法律で規定されてないような謎行動を取ったら危なくなるんだよな。結局路面電車の線路上で止まってるけどさ、そこダメでしょ。対向車側が青になったかは知らないが、自転車も歩行者も来てるのに進み始めるあたり沼。あの止まり方は歩行者見ないで動き出してるクソ。高速の分岐で行く方向を間違えた時交代してはならない。実は法律にも車内規定にも相当は書いてないんだよね。最低時給でタイヤ洗う仕事でもしてろ。あ、プリンターのインク切れたんで車用車借りて買ってきますね。さて、これで2時間はパチンコできるな。そうやって行方くらませた郵便局員いた気がするな。